新型コロナ感染症についてのお知らせです。この新型コロナウイルス感染症、ここしばらく最近になって落ち着きを見せてきて、皆さんもこれで収束に向かうのではないかなというふうに思われていたかもしれませんけれども、ここ最近ですね、大変その感染者数が増えてきました。特に子どもたちの間でも、そして若い人たちの間でもその広がりを見せているのが懸念されるところです。BA.5 という新しい型が、感染力が強いそのコロナウイルスの型が出現して第7波と言われ、大変懸念されるところです。これ7月24日現在なんですけれども、感染者数、近隣の府県を見てみますと、赤字で書いているところは、これは1万人を超えたところです。大阪は 17,445 人、愛知は 11,514 人、東京 28,112 人ということなんですけれども、三重県は 2,186 人、お隣の奈良 1,535 人、滋賀 1,506 人、岐阜 1,739 人、京都 4,687 人、兵庫9340人、和歌山1234人ということですけれどもですね、本当に強い感染力で、大変危惧されるところです。で、子どもたちの間にでもですね、この感染が大変広がっていまして、今夏休みに入りましたけれども、学級閉鎖ですか、学年閉鎖ということもですね、相次いだところです。こちらの方ご覧いただきましょうか。三重県新型コロナウイルス感染症感染状況です。これはですね、7月6月を境ぐらいにしてですね、第6波第7波ということに分かれるのかと思いますけれども、感染者数は過去最多を更新しています。で、病床使用率、これ 40% に迫る状況ということはですね、毒性が低いのではないかと言われながらもですね、感染者数が広がると病床使用率も高まって医療逼迫に至るということです。このグラフはそんなことを物語っています。それから市内の発生状況をご覧いただきましょう。これ7月24日時点ですけれども、今年入っての最高は2月の1190人でしたけれども、先月の6月は211人だったのに比べましてですね、7月になると途端に960人ということで、これはやはり第7波ということになろうかというふうに思います。で、こうした状況の中からですね、県では感染防止行動徹底アラートということでですね、7月21日高齢者に感染を広げないようにしましょう、それから基本的な感染防止対策を徹底しましょうということですね、気をつけましょうというようなことをですね、発表しました。そこで、今まで上野城の天守閣はですね、ウクライナに、支援を、遠いところから気持ちだけでもしようということで、ブルーと黄色のライトアップにされていますけれども、申し上げたように、この大変感染が広がってきたということで、皆さん方にも注意を喚起をしようということで、全体を黄色にライトアップすることとしています。県の方からですね、県民の皆さんへということで、こんなことを言っています。ワクチン接種機会の積極的活用をしてください。先ほどグラフにもありましたけれども、若い方たちの接種率がまだまだ低いということです。若い方はですね、軽症で済むのではないかというふうに思っていらっしゃる方もいるかも分かりませんが、これ後遺症の問題もありますし、数が増えていけば必然、重症者も増えていくということになろうかと思います。それから特に高齢者と同居している方、それから帰省ということで、そうした場合にもですね、しっかり注意をしていただきたいということです。それから、これは繰り返しですけれども、一番大事なことです。基本的な感染防止対策の徹底、会食の際のマスク会食、黙食の徹底をしましょう。エアコンの時も含めて換気を徹底しましょう。それから、何といっても高齢者の方々に広げないということが大事です。家庭内でも高齢者等と会う場合はマスクを着用しましょう。それから、帰省する前は検査をしっかりしましょうということですね。若い方たちの接種の話をもう一度振り返っておきたいと思いますけど、このグラフをご覧くださいね。
左は全人口について、その次は65歳以上からずっと年代を追ってですね、右端が12歳から17歳ということです。濃い茶色は2回目の接種率、12歳以下の方を含めてほとんど変わりませんけれども、3回目の接種になりますと若い方になるほどですね、接種率がまだ低い、つまり、接種をしていない方がまだまだいらっしゃるということです。これは、高齢の方々に感染を広げない、あるいは家庭内でそうしたことを広げない、また自分だけではなくて大切な方に広げないということで、感染を広げないということで、しっかりとこの3回目の接種をしていただきたいということです。それから子どもたちの間にでも感染が大変広がっています。これは努力義務ではありません。親御さんたちがそうしたことをしっかり考えていただいて、どのような選択をすればよいかということを考えていただければというふうに思います。さて、いろんなことでですね、そのコロナウイルスワクチンに関してご心配があろうかというふうに思いますので、そういう時は新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口、三重県の方で設けています。ワクチン接種に関する副反応の質問や相談ですが、こちらの方は電話 059-224-3326 です。受付時間は24時間、土曜日曜祝日も行っています。それから対応言語、日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語です。また副反応以外のワクチン接種全般に関する相談は新型コロナウイルスワクチン接種ホットラインの方にお願いをいたします。電話は 059-224-2825 です。こちらの方は午前9時から午後9時、土曜日曜祝日、こちらの方も含みます。そしてですね、発熱や咳など心配な症状がある時の相談受診方法はですね、電話でまずはかかりつけの先生などに、あるいは、発熱外来などに相談ください。そうしたところがない時には受診相談センターというのがありますので、こちらの伊賀保健所 0595-24-8050、あるいは三重県救急医療情報センター 059-229-1199 へご相談をいただきたいというふうに思います。大事なことはいろいろあるんですけれども、こちらの方もご覧いただいておきましょうか。これはコロナウイルス3回目接種のご案内の封筒です。皆さんのお手元に届いていて、まだ受けていらっしゃらない方はぜひお受けをいただきたいと思います。それからこちらはピンクの封筒ですが、これは4回接種のご案内です。高齢者と基礎疾患のある方に今お届けをしています。どちらも届きました方はぜひお受けをいただきたいというふうに思います。さて、私たちはじゃあ自分自身何ができるのかというと、これをご覧ください。感染リスクが高まる5つの場面です。まず飲酒を伴う懇親会等、しっかりと気をつけましょう。大人数や長時間に及ぶ飲食、これも気をつけましょう。マスクなしでの会話はやめましょう。狭い空間での共同生活に注意しましょう。居場所の切り替わり、気をつけましょう。こうした5つのこと、テレビの消毒とか、そうしたことをしっかりすることによってですね、みんなでこの感染を防止していきたいというふうに思います。皆さんの大事な方、高齢者の方、感染を広げないために、そして自らの身を守るためにしっかりと頑張っていきたいというふうに思います。もう少しの辛抱頑張りましょう。暑いですが、皆さん熱中症にも気をつけてください。5 situações que aumentam o risco de contrair o Covid-19. Encontros sociais com bebidas alcoólicas, reuniões em geral e festas longas em grandes grupos. Conversar sem máscara, ficar juntos com outras pessoas em lugares pequenos ou apertados. Mudança de lugar, refeitório, local de fumantes e vestiário da empresa. O risco aumenta na hora do relaxamento. Lưu ý 5 bối cảnh làm tăng nguy cơ lây nhiễm. 1. Tiệc tùng kèm rượu bia. 2. Tụ tập ăn uống đông người trong thời gian dài. 3. Trò chuyện mà không đeo khẩu trang. 4. Sinh hoạt chung trong không gian chật hẹp. 5. Thay đổi từ địa điểm này sang địa điểm kia, như phòng nghỉ giải lao, nơi hút thuốc hay phòng thay đồ, có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm do mất cảm giác.
有增加感染风险的五种场面。第一，伴随着喝酒的聚会等。第二，多人数并且长时间的饮食。第三，说话时不戴口罩。第四，在狭小的空间里共同生活。第五，去其他场所的时候。5 situaciones que aumentan el riesgo de contraer el COVID-19. Encuentros sociales con bebidas alcohólicas. Reuniones en general y fiestas de largas horas con grandes grupos. Conversar sin usar mascarilla. Estar junto a otras personas en lugares pequeños o apretados. Cambio de ubicación. Comedor, sala de fumadores, vestuario. El riesgo aumenta debido a la relajación.